はい、どうも、赤ですけども、お薬まったりメインクレスト。撮影日は、撮影日は6月17日、21時57分となっております。寝すぎちゃって。帰ってきてね。まあ、すぐ寝ようと思ったんだけど。なんとなく起きてたんで、したらこんな時間でちょっと吐いた飛んだけど、帰ってきてすぐ寝ればよかったんだけどね。アラームセットしてたんだけど全く気づかなくて、こんな時間に寝てしまって、そんなに気づかないもんかね。おかしいなって思ってね、今アラームの設定見直したら、あのバイブレーションのみで音が出ない方のアラームをセットしてたみたいで、なんだこのアラームはつって、なんで俺こんな設定してんだと思ってね、もう一個下にいつも寝るときに、帰ってきて寝るときにね使うアラームがあって、ミスったと。6時半じゃなくて7時の方のアラームでセットしておけばこんな後にはならなかったっつってね、思って、まあ、もう今更ね嘆いたところで夢の中でね編集終わってエンコードしてて30分ぐらいで終わって、あれいつも3時間ぐらいかかるんだろうと思って、なんだパソコン変えたからかとね、夢の中で思ってね、え、夢の中で俺パソコン変えてたんだっていうとね、風呂入りながら思ってねにしてもなんで30分でエンコード終わってたんだ夢の中でと思って、新しいパソコン変えたとかどうのこうのすれば言ってたなと思って、金持ってんなと思って夢の中金持ってんなと思って欲しいね、確かにパソコン間違えたからね、俺買った知らなかったんだよ。ノート PC というデスクトップの2つしかないものだとばっか持ってたんで、俺の中で、当時ね20歳の時かな、いや俺買った20、そんな経ってね、24歳の時ぐらいか、去年ぐらいかかった。いや、2年前だかった。22の時か。22の時ぐらいに買ったんだな。よし、とりあえず村に入りますよ。22の時に買った時はノート PC とデスクトップの2つの種類のパソコンしかないと思ったらね。画面一体型っていうもう一つのジャンルがあることを知らなくてね、普通にね、だからノート PC とそんな変わらないぐらいのスペックだけど、ディスプレイが、あの画面がディスプレイとディスプレイのアフのね変わらないみたいな、そういう、あーい、ジャンプしたい、そういうパソコンがあるとね。だからカメラと同じよね、一眼レフ、一眼レフカメラ全然通る場所がね、一眼レフカメラをコンパクトにしたやつがコンパクトデジタルカメラで、やなんかこうスペックもだいぶ落ちてる、その間にあるのがあのあれだよあれなんて言うんだっけ、最近カメラ買ってねえかな、ちょっと前までは
半年に1個ぐらいのペースで買ってたんだけど、カメラ買ってるけど、言っても買ってた、買ったけど、この間ソニーのサイバーショットを使ってたんだけど、うん、その前にソニーのコンパクトデジタルカメラ過去に1回使って、二度と買わねえとか思いながらね思ってたのに買っちゃって持ってて、うん、持ってたけど、うん、やっぱ新しいの買おうと思って、キャノンのパワーショット、ただ今のところね、キャノン、カシオ、ソニー、オリンパスと買って使った感想を述べると断念ますよ。ありがとうございます。感想を述べると一番良かったのがオリンパス、うん、あれが一番性能があった。友達にあげちゃったんだけど、だいたい新しいカメラを買うときにね、友達に安く売ってた。まだ3ヶ月くらいしか使ってないのに、買ったのが、そうだ、いくらだっけ、いくらぐらいのカメラとか、デジカメいくらだっけ、3、4万くらいか、15万ぐらいか、新しいのだと。うん、うん、まあ、そんぐらいのカメラを買って、3ヶ月ぐらいして、飽きちゃって。うん、なんか、撮りたい写真があんま撮れないし、みたいな。うん、カメラのせいにしてね。そういうのをカメラのせいにして。新しいカメラを買おうと思って。友達に5000円ぐらいで売るっていう。最安ね。どの店よりも安い。ねえ。あ、馬、そうだ。よかった、このルートだって。馬ついてこなっちゃった。3頭の馬を。こっちか。もう一回戻りますよ。危ない。なんだ、そこの隙間。一番最初に買ったのが、あの、キャノンのエクシリムだったかな。エクシリムだね。18ぐらいだな。18ぐらいの時に持ってて、当時別にそんなこだわりもなく、とりあえずデジタルカメラが欲しいと思ってて、で、安めのやつ買ってね、使ってたんですけど、待てよと、これはもう結構型落ちして安くて買って、こんだけの性能あるってことは、最新のデジタルカメラってどんなんだろうっつってね、半年ぐらい経って思って、うん、当時お金持ってたからね、今よりもあんま出かけることはなかったから、今でこそ車があっていろいろ出かけるけど、当時は原付バイクだったからね、行動範囲が狭かったし、そんな出かけなかった。あの、お金も溜まってたんだけど、ちょ、話しながら走ってたからどういうか、あれまたダークオークゾーンに行けないパターンか、これ。なばかな、なばーね、なばかな、まあ、いけるさ。うん、でなんだっけ、ダークオークじゃなくて、カメラ、うん、新しいの買おうと思って、そこで買ったのがエクスリムの次は何だったかな、カシオだったような気がする。パワーショットだっけ、いや違う、サイバーショットだっけ。パワーショットだの、サイバーショットだの、分かりにくいんで、エクシリム、カシオか、カシオだな、パワーショットだ、うん、エクシリムの次に、キャノンのエクシリムの次に、キャノンじゃない、キャノンだ、いや違う、カシオだ、逆だはい、いきますよ、君たち、1本、2本、最初に買ったのがカシオのエクシリム、
で、次に買ったのがキャノンのパラショット、うん、買ったんだけど、そんな性能変わらないなと思って、むしろエクシビムが良かったわっていう、そういう残念感。新しいやつ買って、モデルも最新のモデル買ってってやって、なんだよって思って、って思って、エクシリムの方が古いんじゃなかったかなと思いつつ、その後まあ半年ぐらい使って飽きてきてっていうか、性能が落ちてたからね、エクシリムの方が良かったわってなってたから、えい、まあそんなあったから、もう一回エクシリム買ったよね、新しいやつその後にエクシリムのいくつだっけ、いくつとかあったんだっけ、あれ、うん、忘れちゃった、うん、とりあえずそういうのは覚えて、エクシリムパワーショットエクシリムっていう風に流れたのを覚えて、でその後買ったのが冬だっけ夏だっけ、夏ぐらいだな確か、海行くからっつって、海の中でも撮れるようなカメラ欲しいわって、防水防塵防寒、水に強くて、砂とかホコリに強くて、対衝撃だと、落としても大丈夫、で寒さにも強い的な、で寒さとかあったっけ、あった確か、それもエクシリムで、確かエクシリム、名前もエクシリム、キャノンじゃない、カシオだってのを覚えてる、とりあえず確かエクシリムだと思います。ただ海にね、で海パンに、まああのチャック付きのポケットがちょうどあったんで、そこに入れてたんだけど、あのそんな綺麗な海行かないなと思ってよくよく考えたらねよくよく考えたらいつも行く海が、どこだっけ、千葉だっけ、あれ新潟だっけ、いや千葉だな確か、サザンビーチ、千葉か茨城か、まあサザンビーチに行ってたんです、当時毎年、うん、初めて行った時にね、海の家の人がいい人で、お兄ちゃんたちを使いなよって言われて、安くしとくからみたいに言われて、次の年にもう一回行ったら覚えててくれてね、一回しか行ってないのに、へっつって、うん、でしかも俺のことを覚えててくれたって、うん、肌がねすっげえ白かったから、美白肌、今も白いんだけどさ、で行ってほぼ火傷するぐらいの勢いで焼けちゃってね、最初行った時原付乗ってて半袖とかで出かけたりしてたけどさ、うん、腕とかは日焼けしてたけど、シャツの下とか真っ白だったからさ、ほぼ火傷しちゃってさあの時はひどかった、痛いのなんの、火傷しちゃったから、ほぼよいしょ、よくその次の年もね、そんなもう最初1時間ごめん最初1時間ぐらい 1時間ちょいぐらい海を泳いで、あとはずっと海の家で寝て過ごしたの覚えてる、やけどしちゃったから、日焼けじゃなくて調子乗ってないな、あの海行ってちょっと上がって砂浜で寝てまた泳いでみたいなやってたから、ね、で日焼け止めもつけなかったし、次の年はね、まあ覚えてくれたし、そこで行って
日焼け止め持ってる。日焼け止め塗ったんだけど効かねえ。で日焼け止めでさらにクラゲも避けるっていうやつをね塗ったんだけどね効かなくて、入ってすぐ30分ぐらいで痛えっつってクラゲ刺されたんだけどつって、ね、これ寄ってくるやつなんじゃねえのってぐらいその後何回も刺されて、ね、これ塗ったせいですげえ刺されるんだけどみたいな、塗んなきゃよかったわつって、で海出てあのちゃんと用法用量を見たら塗ってから30分は最低でも乾かしてくださいみたいな書いてあって、塗ってすぐ入っちゃったから乾かしてねえやつって、じゃあちょっと塗って乾かしてみるわっつって、ちょうど休憩しているし砂浜で休憩してるしって、塗って待ってたんだけど、また入った瞬間刺されるって、おやっぱこいつのせいだっつってやっぱこれのせいだっつって、これのせいで絶対刺されてる俺っつって、一緒に集団4人だね、ほぼ同じ場所で泳いでるに俺だけ刺されてるからさ、俺のせいだ、これ俺のせいだ、これのせいだっつってでね、たんでます。おやすみなさい。おはようございます。まあ、そんなこんなありの、ほい、うん、で別に海の中取ろうとしても別に取るもんないし、でそういうなんだろう、対衝撃とかのやつをね、画質はそんなに良くなかった、だからそういう衝撃力もあって防水もあってっていうのが欲しかったから買っただけでね、その時持っていくだけ持ってって一面も取らずに帰ってきてね、そのまま友達にあげて、持ってても使わないからカメラ持ってないでしょ、いいよあげるよこれっつって3000円でっつって激安っつって、中古でもそんな値段じゃ買えねえとほぼ使わなかったから、うん、まあその後何買ったんだっけ、オリンパスはその後買った、オリンパスの赤いやつ、ただねちょっと大きいんだよね、オリンパスのデジカルカメラ、コンパクトなのにコンパクトじゃねえ、だから結構持ち運びが大変でね、でも画質はいいって、まあ使ってて1、それは1年ぐらい使ってたから、まだ友達にあげて、新しいの出たから新しいのがいろいろ出てるから買うからっつって友達に投げて、帽子なんて全然登んねえな、はっ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 、これで全部かよ、し入ってるな、テレネロしなんて預けとくか、よいしょ、痛っ、あっちゅう、なんでシフトしたでシフトした、
まだそこでもね、オリンパス買ったと。なんだろう、オリンパスその時買ったやつがね、だいぶ綺麗に映るんだけど、逆になんか補正されて鮮やかに映りすぎちゃってる部分があった。なんかこれ違う、ね、別にあのコントラストとかいじりゃよかったんだけどさ、そういういじらないで普通に箱から出した状態で使ったからね、設定も何もいじらずに。だいたいオートで撮ってた、プレミアムオートとかさ、うん、それで撮れるからいいよね、確かに。コンパクトデジタルカメラだいたいオートで撮ればだいたい綺麗に映るっていう。その後また変なのがあったような気がする。あ、そう、うん、今何台いった ?4 台1,2,3,4,4 だろ、あれ ?5 台か。いや、もっといってるわ、8台ぐらい。4年で8台ぐらい使ってるんだよ。4、5年で。4、5年間の間で8台ぐらい使ってる。その後、なんだ。その後、ソニーのサイバーショットか。うん。その後、サイバーショット買って、キャノン。その後、パワーショット？いや、違うな。サイバー、あ、オリンパス買って、その後サイバーショット買ったんだ。ソニーのね。ここまで来たら使ったことないの使いたいって思ってね。うん、使ったことないのを使いたいからって言うんで。あ、ちなみにこの畑。俺、こういう風に枠作っちゃったけど、これは違くて、その範囲を掘ってほしいと。俺が作ったこの枠の範囲内を確保してほしいっていうことだったんで、間違えました。普通に作っちゃった。畑を作っちゃった。そうだね。ソニー最高賞。いろいろ、全機種、全メーカーのカメラを使いたいみたいになっちゃった。でソニー買ったけど、うわ、何これっつって、普通にね、明るいとこ撮るの分には全然いいんだけどさ、フラッシュ使って撮った時のあのフラッシュで撮りました感が尋常じゃない。うん、どうしようか。なんだ、使い捨てカメラみたいな感じでさ、フラッシュ感が出ちゃってるからさ、何なのこれと思って、こんなん撮りたくないよって言うんで、ソニー行って、その後カシオエクシーム戻って、でその後何、あれ本がね、その後使ったのが、うん、何だったかな、すっかり忘れちゃって、これお使いリストのやつね、何個だったか数忘れちゃったから、とりあえずあるだけ入れておこう。エクシーム戻ったんだっけ、その間なんか特に記憶に残んないようなカメラ使ってるんです、良くも悪くもないみたいな。カシオ、ソニー、キヤノン、オリンパス、オリンパス、あら、リコン、
ニコンだ。ニコンは使ったことないんだ。ニコンはなんだかんだって買ってないんだ。リコ、あとリコとかね、友達っていうか、オンラインの友達で、まあ、そういう俺がデジカメをそういう風に買ってるっていうの言ったら、リコとか買ってみたらって。うん。見たらだけっつって。無理っつって。確かそんなに残っちゃった。ガチだこれと思って。いや、無理って。はい。OK。これで、王国に全部揃ったんじゃない？かぼちゃ、スイカ、人参、じゃがいも、サトウキビ、小麦、全部だよね。あと何？ないよね。てぃ、てぃ、お前はそこじゃない。ちゃんと前向いてくれ。前向いてくれ。つか、そっちに入って、前向いてくれ。前向いてくれ。ちゃんと伸びてくれ。はい。あれ？なんで鉄の斧入ってんの？なんで鉄の斧があんの？虫に。俺作ったんだっけ？拾ったんだっけ？まあいいや。で、サガンドが入ったんだね。うん。足んないから、それちょっとチェンジ。よっと。ちょっとニワトリの世話しないとな。食料があるうちにね、そういう風にちゃんと食料確保しておかないと。ピンチになってから遅いんだ。食糧難に陥ってからね、餌やって繁殖させてとかやったら遅いんだ。よいしょ。あ、それでも足んねえや、この木が。いいや、これもいける。寝ます。おやすみ。おはようございます。で、ソニー買ってカシオ戻ってで、またキャノン買って、オリンパス買ってね、一旦自分の中のこの、なんだ、新鮮さというか、そういうのが一旦リセットされたから、まだそこ入るのはいいんだけど、何匹いるか分かんないから、もっとちゃんと出てきてくれるから、ちゃんと餌あげれるというか分かんないんだけど、絶対あげれてねえって、少なくなったから、だいぶ少なくなってんだ、これ。嘘？全然いないじゃん。ちょっと待って。ちょ、もう一個開けようぜ。絶対あげれて、ほら。ほら。収納スペース。収納スペースをもっと確保してあげる。餌あげらんねえ。
筒があって、その筒の中に文字が書いてあって、こんなに見えるみたいなの書いてあったんだっけな、こんなに暗くてもよく見えるみたいな、はっつって、まあ確かにソニーは昼間撮る分には画質も綺麗だったしつって、暗いとこを撮るときのあのフラッシュ感が嫌だっただけだったから、こんなナチュラルに暗いところを明るく撮れるならいいなっつって思って買ったんだけどね、騙されたそのように騙された。普通に家帰って暗いところで撮ってみたら、部屋の中のね、筒とか、筒っていうか、こう、なんだ、レンズのみ暗い場所に入れて撮るとかじゃなくて、部屋全体っていうそういう暗い空間を撮ったとき気づいた、変わってねえって。で、今に至る。今のこのキャノンパワーショット、赤いから買ったんだけどね、もういいやっつって、性能とかどうでもいいやっつって赤いの欲しいって赤いカメラ欲しいって言って、あ、ちょうどあるわっつって、あれ、はい、完成かな、これでトイレ完成かな、トイレ完成っぽくない、タオル置いてなくね、あ、タオル却下されたんだ、水色、ん、白ベースで水色に旗塗ったら却下されたんだ、そうだ、ちゃんと作ってくださいって言われたんだ、ちょちょちょ、こうして、オッケー、そうだ、逆、模様が逆だったんだよね、ズルはいきません、白色に青じゃなくて青色に白い縦縞欲しい、うん、そろそろまた新しいカメラ欲しくなってきちゃったね、やっぱオリンパスがいいなっていう、多少大きくてもいいから、なんでカメラの話したんだっけ、パソコンの話か、デジタコンパクトデジタルカメラ、一眼レフカメラ、あとあれだよ、なんとかレンズキットとかあるやつ、気になってしょうがない、それが思い出せなくて、ちょっとごめん、調べていい、はい、ただいま、ミラーレスだ、ミラーレス、そう、ミラーレス、コンパクトデジタルはあの一眼レフがあって、一眼レフほどの画質じゃなくて安くて、さらに持ち運びがしやすいのがコンパクトデジタルカメラ、コンパクトデジタルカメラよりも、うん、まあ間だよね、コンパクトデジタルカメラと一眼レフカメラの間にあるのがミラーレス、ノート PC がデジタルカメラ、コンパクトデジタルカメラで、デスクトップ PC が一眼レフカメラで、画面一体型がミラーレスみたいなイメージ、俺の中でそれを伝えたかった、この30分が脱線しまくってた。というわけで今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。質問、コメントある方、下のコメントのもしくは ASK.FM までよろしくお願いします。以上、赤ですけどもお送りいたしました。バンネー。